はい、皆さんこんにちは。車の大戦格闘家シノピーです。今回はレッドブル第5弾で、第4弾の時はフレームを作って、まあ、ある程度ブレーキだったり、あとステアリングをつけて走行できるところまで行きました。で、あそこばっか進めてても仕方ないので、第5弾ではボディの製作で、まあ、ある程度ねもうやってるんだけども、すっごい大変だった。なので、そのね、何が大変なのか、まあ、そこら辺がまあお伝えできればいいかなとは思ってるんですが、まあ、とりあえず VTR の方ご覧ください。よいしょ。今回はこのボディをバコッと乗せる予定で、今からそれを作っていきます。で、一応作り方はスタイロフォームを買ってきたので、これをまあ四角く今切りました。で、この後ポルシェっぽく形を整えて FRP 貼って、で、それをボディにすると。最終的には塗装までやるかな。とりあえず1週間でこれを削り終えないといけないので、今からちょっと作業の方を進めていこうと思います。大変や、こりゃ。これわかるかな。この R を作りながらのこの R、 このくぼみ完璧。はい、スタイロフォームである程度削ったんですが、ちょっと穴とかがひどいので粘土を使って一旦穴埋めをしています。ラドールっていう粘土、これで一回穴埋めをしてまた削る作業。はい、今からフロントガラスを作っていきます。
ワックスを塗っています。その理由はくっつかないように。普通の何だろう、車の固形ワックスみたいな感じで、まあこう塗って、でその後に乾いたタオルで拭き取ってを、まあ、何回か繰り返していきます。ちなみに今回使ってるのはボンリーフ FRP 用のワックスです。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回レッドブル第5弾ということで、ボディの製作を行いました。製作を行ったって言っても型を作った形になるかな。まあ、これから先、まあ、FRP を貼って塗装してって、まあ、いろいろあるんだけども、とりあえず型を作り終えた感じで、この型は、まあ、スタイルフォームで作ったんだけども、まあ、普通エアロを作る人とかはなんかウレタンのね、FRP を貼っても溶けないようなものを使うんだけども、ちょっとこれの事情があって、スタイルフォームを使いました。でスタイルフォームだとこの FRP を貼った時に溶けてしまいます。なのでちょっと一つ手間なんだけども、アルミホイールを貼って、でまあその後パカって抜く形になるので、ワックスを最後に塗ったと。なのでまあね、ある程度まあ塗装ぐらいの段階まで行った時にはあの型はもう外しておさらば。悲しいね、こんな作ったのに。けどまああれがまあしっかりしてないと FRP の形もまあボコボコになったりで、まあ FRP をもう貼っちゃうとまあ大きな修正はできないので、このスタイルフォームでまあ最終的にしっかり形を決めるっていうことが重要だったので、まあある程度ね形にはなってきたとは思います。まあ、とりあえず第6弾は FRP を貼ってとか、まあパテを持ってみたいな感じになるのかな。もう時間ないけど、まだここちょっとね気合い入れてやっていこうと思います。でまだ動画の方は続くので、このレッドブルボックスカートレース企画気になる方、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた来週。